最終的に描くビジョンって何なんですか？業界年商第一、はい、業界で時価総額ナンバーワン企業、はいはいはい、僕そもそも美容師ってめちゃコンプレックスだったんですよ。こんにちは。今日は経営者対談第2弾ということで、第2弾だ。前回ですね、マキトさんと、はい、あとユーレルームの高木さんご紹介いただいて、3人でお話をさせていただいたんですね。今日は第2弾ということで、ゴールド代表取締役の中村富樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。インスタでは見れない裏側でもうめちゃめちゃこう経営者のところがあるので、まあ、今日はそこをちょっと紐解いていきたいなと、はい、とりあえず乾杯しましょう。はいはい、はい、じゃあ乾杯。はい、よろしくお願いします。今日も記憶にセイグッバイ。改めてちょっと視聴者さんに自己紹介いただいてもいいですか？ゴールド代表取締役の中村富樹と申します。2013年ですね、オーシャン東京を立ち上げさせていただいて、共同経営でやってたんですけど、そちらの社長を退任して、新たにレンズサロンゴールドというブランドを立ち上げさせていただいて、2年半が経過しようとしているところでございます。ゴールドさんは今何店舗あるんでしたっけ？今は5店舗と FC1 店舗でやらせていただいてます。あ、じゃあ全部で6ってことですね。6です、はあ、それに加えて商品開発もやってたり、はい、教育のメンズ教育の授業も立ち上げられたっていうところで、まさにその辺をちょっと詳しく聞いていきたいと思うんですけれども、マキトさんと留吉さんの関係性でいうとどういう感じなんですか？六本木で俺別で飲んでて、共通の社長さんが引き合わせてくれて、 SNS 上ではやり取りがあったりとかしてたんだけど、はいはいはい、実際には会ってなくて、はい、4、5年ぐらい前なんじゃないか。御社にいる時からもう知り合い。そうそう、だから2013年にオーシャン出して、うちも2013年ロンド出してるから、年も同い年ぐらい。1個下。あ、1個下。これがね、あ、経営者としての歴もだからほぼほぼ一緒っていう。はい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 。切磋琢磨して、メンズとレディースでジャンルは違えど、まあ、ブランドさんを立ち上げてきたっていう、まあ、仲間みたいな。そうですね、はい、そんな留吉さんなんですけれども、なかなか、ね、すごいなと思うところがブランド力の作り方がもう卓越されてるなと思って、うん、なるほど。もうオーシャン東京全国の美容師さんで知らない人いないじゃないですか、うん、一般のお客さんもメンズだったらもうほぼほぼ全員知ってるような状態ですね、うん。そこから出てもう一回ゴールドっていうブランド作って、それももうめちゃくちゃ広がってるじゃないですか。もう全国の美容師さんもメンズもゴールド知らない人いないですよね。天才だと思ってるんで、そんなことないですよ。それってなんだろう、こう留吉さんの中で天才ぶらなくていいんですけど、天才ぶらなくていいんですけど、ぶったね、ぶったね、ぶったね。そんな留吉さんが新しいブランド作った、オーシャン作った、ゴールド作った、ドームって作った時に一歩目の戦略聞いていきたいなと思って。01をどうやって作ったのかっていうの、何を意識したか。そうです、自分が何か熱中して向き合ったものって必ず成功するって自負ありません？まあそうですね、ありますよね、はい、自分が描いたものって 100% 実現するっていう確信を持って生きてるというか。ああ、なるほど。そこの根本がありますよね。まず人としての自信みたいな、はいはいはい、ビジョンを描くのがすごく上手で、はいはいはい、それを見せる、語る。逆に言うとそれ以外は自分はできないとか自分で欠けてる部分を分かってる。あー、なるほど。からスタートの直後から自分がおそらく欠けてるであろうっていうポジションの人たちをこう揃えて、はいはいはい、そのブランドを立ち上げていくっていう感じだもんね。まあ、それは俺すごいなって逆に思う。あ、仲間が多いってやれば多いほど、はい、自分のイズムが薄まるんじゃないかとか、はいはいはい、やりたいなって思ってるブランドからひょっとしたら方向性がずれる可能性があるんじゃないかっていう懸念点ももちろんあるんだけど、富、はい、うん、ちゃんは逆に言うと自分が描いたやつは絶対ぶらさない、はい、うん、でもそれを実現させるために仲間を徐々に早い段階からサポートしてくれるチームを作るっていう、チームビルディングとその構成の作り方がすごく上手だな。なるほど。自分を客観してる自分っているじゃないですか、はいはいはい、あり方って2人もあると思うんですけど、はい、客観した自分が面白くてかっこいいっていう定義はずっと守ってるというか、はい、自分自身で自分のことめっちゃおもろいって思うんですよ。ある意味演じれるってことですか？ああ、そうそうそう、客観的に、うん、演じてるの？やっぱりそれって実際にはこの人この場によってどの引き出しを開けるかっていうのはすごく大事にしてる、はい、ゴールドさんの最終的に描くビジョンって何なんですか？うんうん、僕は天下統一です。もうずっと言ってるんですけど、はい、ゴールド作るときに天下統一しようと決めて作ったっていう流れですか？うん、そうですね。ああ、なるほど。目標を決めて、うん、それに対して足りないピースというか、うんうんうん、デブリないもの、うん、あったらいいものっていうのを集めて作って、で走りながら都度足していくっていう感じなんですか？まさにですね。ああ、なるほど。最終的に似てるですか、ビジョンは？マキトさんのところは近いですけど、はい、業界年商第一、はいはいはい、漠然としたものじゃなくて年商にこだわっている。ああ、なるほど。いろんな正解があると思うんですよね、はいはい、僕らのロンドが年商にこだわる理由っていうのは、
美容室の一番って何？日本で一番いい美容室って何？はい、一番っていろんな角度があるじゃないですか。はい、美容師の価値を決めるときってほとんどの場合がフィギュアスケートと同じ芸術点だと思うんですよ、はいはいはい、見る人によって点数が違う、はい、だけれども 100m 走のように確実にこの人が一番速い、はい、走り方の美しさや手の振り方ではなくて、はい、同じスタートからゴールまで走ったときに確実にこの人が一番速いって測れるの、はい、数値化が絶対一目瞭然である、はい、燃焼だと僕は思ったんですよ、経営においては、はいはいはい、定量的な部分っていうのを我々は目指そうっていうのが目的っていうか、はい、表現は違えど富吉さんも同じところではないですか。うちが掲げるのは業界で時価総額ナンバーワン企業っていうのをずっと置いてて、僕そもそも美容師ってめちゃコンプレックスだったんですよ。好きでやってるのに美容師ってあんま人に言いたくないみたいな。あー、わからんでもないですよね、まあ、かつて 3B って言われてたりとかもね、今でもやめに聞きますけどね、はい、家系がお医者さん家系だったりで、嘘つけ、えだから今日白い服着てきた、まあそうだね、こうやってね料理のちっちゃ自分が美容師ちょっとなかなか言いづらかった、言いづらいし、なるほど、例えばこうね、若かりし頃合コンに行って美容師って、はい、チャラいとか、はい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 、稼いでなさそうとか、うん、かつて好きな人の親御さんに挨拶行くと、はい、美容師なの大丈夫みたいな。はいはいはい。なるほどなるほど。確実に同世代より稼いでるけどな。まあ内心は思いつつも社会的評価の低さがネガティブだったんですね。うん、そうなんです、はい。なるほど。だから自分がそう思ってコンプレックスだと思ってたことを下の方にさせたくないんですよね。ああ、うん。既存のカリスマ像みたいなじゃないですか。はい、はい、いい車乗って芸能人。はい、うん、あれがなんか目指すとこになっちゃうんですよ、うん、結局、はい、だからそれをもう社会的に形にするっていうポジショニングを取りたい。なるほど。まあ留吉さんもその自家評価っていう意味では定量的なこう数字の目標があって、 ね、それが日本一ってことですね。濃いめの話かもしれないですけど、自家評価日本一のシェアってなった時に、うんうん、圧倒的トップのカリスマがいる企業ってなかなか難しいじゃないですか、うん、まあユニクロとかソフトバンクまで行っちゃえばあれですけど、うんうん、属人性高い会社はなかなかバリエーション出しづらいっていうのは、うんうん、まあ、一般的に言われてると思うんですけど、うんうん、最終的に自分のカリスマ性を消していきたい。本当はお二人もそうだと思うんですけど、かっこいいと思う人って年齢によって変わってくるじゃないですか。はいはいはい、まあ、中高生の時はジャニーズかっこいいと思ってて、はい、高校生後半でロックする人かっこいい、うん、はい、美容師になった時はそういうカリスマ美容師かっこいい、はい、じゃあ経営者になったら業界の経営者かっこいいから、うん、業界を超えてこれかっこいい、はい、うん、あるよね、あるよね。それが常に変わってくんで、僕自身今ってこうフロントに立ちながら、はいはいはい、裏もやってるんで、はい、こういう意味不明な服を着ますね。結局めんどくさいとは思ってんすよ、自分で。なるほど。そうなんだ。本当はスティーブ・ジョブズさんみたいな。毎日同じ服着て。その方が楽ですもんね。本当はそこフィジカル的には。そう、リソース使いてるじゃないですか。はい、はい、ジル・サンダーとかマルジェラの同じ T シャツがブワーって部屋にかかって、はい、で、同じパンツ履いて行く。うん、はい。はい、今だとまだそこじゃないなと思う。なるほど、はい、なるほど。これはこう戦略的に考えられてる部分で、ね、でもそうだよね、それ戦略だよね、はい、それが一番ゴールドさんの風速が出るっていうふうに考えてもらえる、ね、そうですね、はい、まだかっこいいと思うのはこうじゃないんですよ、今僕自分にとって。ああ、なるほど。そうそう、でも本当はってことね。そうそうそう、目標に到達するために必要だからやってる部分も当然あるってことですね。コンプレックスっていうかカリスマ性って消せるのか問題なんですよ。トムキさんとかは先にプレイヤーとして認知がこうバゴンいったじゃないですか、うんうんうん、名プレイヤー名監督になれずみたいなことわざがあるように、うん、あ、はいはいはい、そっからの転換って結構難しかったんじゃないかなと思って。ああ、けどそれがなくて感じたのがプレイヤーの時に自分が1位取ったりとか、うん、はいはいはい、結構やってたんですけど、はい、そこになんか楽しさと喜びがあんまないというか、部活の時もそうだったんですけど、はい、キャプテンやってで周りが活躍してるとかのが嬉しいみたいな。へえ、あ、元々そういうタイプだったんですね。そうそうそう、だからそれを28までって決めてたんですよ。はい、独立する時ってことね。あ、そうそうそう、はいはいはい、でそこでやりきってない相方と、はい、やりきった自分でちょうどよかったんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。同じ横並びに見えたけど意外と役割分担がこう明確だったってことですね。そうですね、そうですね。けど、あの、相方はダウンタウンみたいにフロントマンでダブルで行ったら、みたいな。はい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 、はい。僕はどっちかで言うと、あの、誰だっけ、完全裏方に。AKB の。秋元さんみたいな、はいはい、ポジションが良かった。なるほど。じゃあ表には完全に出ず、あ、そうそうそう、裏で仕組みを作るってことですね。はい。なるほど。
マキトさんとかは、うん、プレイヤーの時って、うん、結構ゴリゴリやってたんですよ。やってた。別にそんな売り上げはあるタイプじゃなかったけどね。でそういうハイプレイヤーになって、はい、業界的にスタイリストとしてこう有名な人間になろうと思ってこの業界に入ってきたけども、はいはいはい、いろんなことをその当時鑑みた時に、はい、いろいろ違うなっていうことを思って、あ、違和感があると思うんですけど、うんうん、でもどの辺がとか、東京の結構いい場所で働いていたのにもかかわらず、はいはい、やっぱり先輩が辞め、はい、同期が辞め、後輩が辞めってしていく、はい、時に、日本で間違いなく美容師の志が高い人間が集まるこの街で、なぜこんなに人が辞めていくんだろう、この業界はって、すごく不満に思ったし、疑問に思ったんだよ。結構僕は、その時尖ってたのよ。すごい尖ってて。20代ってことですよね。後輩が辞めちゃったなんていう事象が起きたら、はい、翌日社長のところに行って、はい、あんたのせいで辞めてる。で別にスタッフは駒じゃねえぞということを言うような。はいはい。あ、じゃあもともとエネルギッシュであって。今だってエネルギッシュだ。なんでだよ。エネルギッシュね。エネルギッシュやめてよ。その時に辞、はい、めていく理由が、まあ人間関係とか雇用とかいろんな理由があって、うん、もちろん辞めていくケースがあるんだけれども、はい、まあ、それに対してやっぱり思うことがあったから、はい、いい会社を作りたいがすごく強くなった。いい美容師になる前に。はいはい、思ったのと同時に、さっきの年収の話にちょっと被るところがあるんだけど、はい、会社はプレイヤーとして数字を絶対求めさせる。今年の例えば何月にいくら売りますか、はいはいはい、デビューした時の目標いくらですか、はい、みたいな。どこの美容師でも多分あると思う。まああるある。まあこれ事業計画を、例えば経営者からすれば考える上で、はい、多分必要なメソッドになるし。はいはい、だけど、スタッフからしたら、はい、果たして経営者って数字をちゃんと求めているのか、経営陣側が、うん、いくら売りますか、はい、200万売ったらじゃあ300万売れるように要求してくる、はいはい、300売ったら次の壁、次の壁が経営者側から来る、はいはい、だけどこれ会社は年商なのか、うん、そのバリューなのか、はい、まあ、いろんなその数値化できるものに対して果たして向き合っているのか、はい、そこまで思っちゃった、ね、思ったその時に、うん、それが俺はすごく不満というか、まあ、いろいろ思うことがあって、だったらいい会社作りたいし、スタッフたちに対して辞めていく理由をできるだけ減らしていく、雇用面だったり、はい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 、人間関係、まあ、いろんな教育のもろもろの関して、はい、最たるものっていうのは数字に対して経営陣が向き合って、その数字に対しても社員が納得してくれる、はい、まあ、それが店舗数、出店のスピード、頻度、スタッフの増えていく頻度、はい、そして売上だったりとかにものに対して、はい、数字に経営陣が向き合ってコミットしてそれを達成していくっていう姿を見せていかないにもかかわらず、スタッフには数字を求めさせる、はいはいはい、これ違うなと思ったね。なるほど。それを当時に思うのがすごいですね。ね、また20代の中旬ぐらいで。そうそう、嫌なやつだよ。いやいやいや、嫌なやつだよ。でも逆に、もしそういう風にロンドンのスタッフから言われても、はい、それがちゃんと答えられる会社ではありたいし、なるほど、そういった経営者でありたいって気持ちは今でももちろんあるし、だから、ちゃんとそういう風なものを開示してるし、はい、それを達成していけるロンドンっていう会社であろうとし続けて努力もする。ああ、じゃあ、数字は大事ですよ、ね。ちなみに創業の6人はこうみんな同じマインドで、はい。もちろんちょっと役割分担は違うから、はい、俺よりもこの分野に関しては誰々の方がより深く話せるし、よりビジョンを語れるっていう分野によってちょっと役割が違うから、はい、うん、ああなるほど。留吉、うん、さんからロンドさんに対してここすげえなって思うところ、うん、2つあるんですけど、はい、まず1つ目って、はい、そのメンバーが同じ学校にいたってのはもう奇跡じゃないですか、うん、確かに。だから18で出会った、うん、はいはいはい、で20歳で卒業する2年間の間にもう出そう、そのいつかね、うん、その時からもう店名はロンドでした。考えてたの。マジで。今の6人のうちの2人が、はい、なかなか最後まで内定が決まんなくて、うん、美容室に就職できないなんて困ると、はいはいはい、だから俺ら4人が面接官になって2人面接してやるよ、はい、お前ら悪いとこ言ってやる、はいはいはい、でその時にロンドっていう求人票を作って、で雇用形態とか出店してるであろう場所とかもちゃんと明確に書いて求人票自分たちで作って、はい、受かってない2人に渡して、はい、ここの会社に就職すると思って挑んできてくれっていう面接をしたぐらい明確に結構ビジョンを描いていて、それってなんでその時そんな思えたんですか。わからん。情熱。情熱。いや、情熱だけじゃなくないですか。頭良くないですか、単純に。情熱とか、これをマジで叶えたいって思ったら、才能とか能力とか、はい、超越するものが生まれるんだと思う。その地頭が。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、それが成功体験じゃないですけど、原体験として、まあ、今にも生かされてる感じしますもんね、なんか。そんなことあるって思いますよね。そうそうそう。そんないいメンバー、たまたま揃う。いいメンバーじゃないんだよ。いいメンバーになってったんじゃない。なるほど。うんうん、それもじゃあ目標がそうさせたっていうイメージなんですね。間違いなくそうだ、共通の目標が。
もう一個は、僕すごいなって思う人の共通点って、はい、概念を作る人なんですね。概念。おー、深い。ロンドさんって社員第一主義を掲げて、雇用にしろ、給与形態にしろっていう、はい、あれがドンって出た瞬間、えって経営者って思うじゃないですか。あ、それは、主にどこで持ってたんですか？その還元率とか、その戦略的な部分で、そんな出すのみたいな。週に休みで、はい、かつ中価格っていう設定で始めた、はい、そうだね、そうだね。まあ当時レッドオーシャンもこれからなくなるであろうっていう、ね、中価格言われて、はい、そう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 、はい、だいたい箱のビジネスの呪縛というか、アッパーがこんぐらいで、固定費がっていう。はいはい、う全然儲かんらないやん。儲かんない。いや、そうだよね。モデルとして、はい。そうだね。そう言われてたしね。これをドカーンって掲げて、始めてて、はい、同じ時期だったんで、はい、どんな感じだろうなと思って、最初は、はい。ちょっとそれいけないんじゃねって思ってたんですよね。あ、そう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 、そう、うん、はい。ぶっちゃけ。それが3年、4年経ってった時に、業界の当たり前化したじゃないですか。はい、はい。収穫が増えたなっては実際俺も思って、まさにこうイノベーションが起きましたよ。そう、今の若い子って美容師になりたいでなってるから、一般市場って大げさに言ったらハッタリで通用するじゃないですか。なるほどね。ここでキャッシュポイントを置くっていうのは間違ってるなって